はい、こんにちは、速稼塾の久保でございます。今回はですね、億万長者合宿、いろんなテーマが短い動画の中に入ってまして、全てやっていこうかと思います。まずはですね、奴隷から思想家は生まれないって話ですけども、私もそう思います。奴隷からは宗教は生まれるんだけども、思想家は生まれないですよね。思想家が何で生まれるかっていうと、暇だから自分の生活の糧とかっていうのは奴隷がね作ってくれるからなんですよ。で、今で言うとちょっと例え悪いんですけども、経営者っていう支配階級と一般労働者っていうこのね、奴隷関係っていうんですか、すごく変な言い方になりますけども、やっぱり経営者がなんでね、うまくいってる経営者がなんで暇かっていうと、会社の利益を自分以外の人が作ってくれてるからなんですよね。で、私も隠居生活を今してますけども、はっきり言って24時間時間があるんですよ。でもこれは労働をしている人の上積みを薄く吸い上げたのを私のところに集めているっていう風なね考え方もあるんですよね。もちろんそれをするのがすごく大変だっていうところがあるのはあるんですけども、何を言いたいかっていうとですね、暇でないと考えられないってことなんですよ。で、暇でないと忙しいとね、今を失ってしまうんですよね。だから人生ってのは今であるってのはすごくいい言葉だなというふうに思います。まさにね、人生ってのは今の積み重ねですから、いつかこうしようとかいつかああしようとかって思うことではないと思うんですよ。でも多くの方は今っていうものを差し出して誰かの貴族暮らしを作るために自ら奴隷役を買って出てる部分があるのかなと思うんですよ。もちろん最初はそれでもしょうがないと思いますけども、やっぱりそこからね抜け出していって自分の人生を構築していかないとなと思うんですよ。で、私は小さなお店を何回か何店舗かやりましたけども、そこでねすごくいいなと思う例はこれなんですよ。何かっていうと、例えば私の店のねスタッフが彼女と別れ話が急に始まって、勤務中に電話がかかってきたと。で、電話じゃ拉致が開かないんで、ちょっと久保さんちょっと行っていいですかっていう時に、あ、行ってこい行ってこいと、お前の仕事は お前にとって仕事は変わりはあるけども、彼女は変わりがないから行けって言えるんですよ。で、そういうふうな小回りが効くのが、小さなお店のね特徴かと思いますけども、これがだから普通の会社だったら無理でしょうね。自分の彼女がどうこうとかね、自分の奥さんがどうこうっていうことでいちいち会社をスポッて抜けてまた収まってから戻ってくるみたいなことできないと思いますよね。うん、で、ノウハウとマインドどっちが大事かってことなんですけども、私はね、マインドが邪魔になるんだったらマインド放棄すればいいと思うんですよ。要するにマインドってのが整ってないから、マインドの質が悪いからノウハウが活かせないんだったらマインドは無視すればいいんですよ。だって自己アフィリエイトごときマインドいらないですからね。転売ごとき、1万円とか2万円稼ぐためにこれマインドいらないですよ。ノウハウさえあればいいんですよ。ノウハウを教わってそれをその通りになぞっていけば、工夫も何にもせずにそれは5万とか10万とか生まれますからね。今そういうものが結構ありますんで、むしろマインドが必要ってのは、長い目で見ればこけた時とかお客様にクレーム言われた時とかいろんなトラブルの時にはマインドが必要だと思いますけども、そんな短期間のね成功を願うのにマインドはいらないかなと思います。で、長くやるんだったらマインドは必要なんで、その時はマインドを鍛えていけばいいと思いますけどもね。長い目で見れば必要なんですけども、瞬間的にはいらないと思いますよね。で、自分の生活とか人生をアドラー的に言えばですけども、なんかそんなね人生とか自分の性格なんてなかなか変わらないよっていう方いるでしょ。それはその人が変わらないだけなんですよ。で、私はいつでも一瞬に昨日までの自分を否定することができると思ってるから、それが実際できるわけですよ。これはもうマインドの面です。自分は昨日までの人生とは別の人生を作れるはずだというふうに思えばそれはできるんですよ。でもほとんどの方はそうは言ってもなかなかねっていうふうに言うじゃないですか。そのテンプレートの言葉を覚えたがためにその言葉に支配されてると思うんですよ。私はどっちかっていうと過去の名言を否定から入る方なんで、なんかね多くの方が共感する言葉があるとしたら、まずは自分はそれと違うよねって思う方なんですよ。で、自分なりの解釈を作って自分なりの受け止め方をして自分なりの人生をそこから構築していくってことになりますけどね。だから百聞は一見にしかずって言葉あるじゃないですか。例えばですけども、私は経験は知識に勝るっていうふうにすぐにね別のことわざを自分で考え出すんですよ。百聞は一見にしかずっていうのは、いくら
聞いてもいくら勉強しても実際に体験したりとかその場に遭遇したのが強いよって意味なんですけども、まあ、それも確かにそうなんですけども、私はね学習は経験に勝るという言葉も信じてるんですよ。いちいちやってみないと分かんないことばかりだったら人生すぐ終わっちゃうんで、やらなくても分かるように学習していくってことだと思うんですけどね。はい、今回はいろいろとお話をしましたけども、どういうふうにお考えになったでしょうか。まあ、いろいろと発想の転換をするようなポイントが今回の動画には散りばめられていたと思いますけどもね。それから動画の最後になりますけども、新型コロナウイルスがねかなり危険です。本当にこれ12月ぐらいからこの我が国に入ってきたみたいで、今ねちょっと都市名は言えないんですけども、まあ、人口の最も多い都道府県ね、もう超えたら分かると思いますけども、最も多い都道府県トップ3でパンデミックが起きる前夜っていうかね、もうすぐにでも外出制限しないと、都市を封鎖しないと非常にね危険なことになるなと思います。こういう時は田舎に住んでいてよかったなと思います。私誰一人には会わずに、家族以外に会わずに一日過ごすことも結構ありますんでね、そういう意味でも孤独になっているっていうのは、流行りとか伝染病とかにかかるリスクっていうのはすごく減らせてるなと思います。多くの方は電車に乗ったり、それからカフェに行ったりね、会議室に行ったりとか、誰かと集まるっていう習慣なしになかなか生活っていうのができないと思いますけども、私はどちらかというと誰かと一緒にいる間は自分の活動ができないっていう風な逆のパターンに入ってますんで、なるべく自分一人とかね、なるべく家族単位の方が結構ね自分の自由なことができたりとか、売上作りとかできていくんで、すごくビジネスを自分に所有してるのっていうのは、まあいろんな意味で自分の人生を守ってくれるなというふうに思います。でそれが結果的に暇を作り出して今を失わずに済んでいるのかなっていうふうに考えます。隠居ですからね。それでは新型コロナウイルスご用心ください。非常に武漢熱は危険です。